3年前、創薬センターで入院中の認知症患者が殺害された。当時容疑者とされた死刑囚大久保新平は今なお潔白を主張する。そして一連の事件がアドデック9の人体実験であったとする矢上の仮説は、寺沢恵美殺害の真犯人を浮かび上がらせた。あの、これから綾部刑事の接見に行ってきます。おう、矢上も一緒か？いえ、僕一人です。矢上さんはそのしばらく僕らと距離を置くそうです。モグラに狙われるだろうから巻き添えにできないって、源田先生にも気をつけてほしいって言ってました。今さら水くせえ。矢上さんはアドデック9に絡む事件を全部解き明かす気でいます。そうすれば綾部刑事も大久保君も二人を無罪にできるって。もし大久保新平の冤罪を晴らしたら、矢上はえらいことになるな。間違いないですね。汚名返上どころかもうレジェンドですよ。まだそこまで浮かれる段階じゃねえよ。やっぱりだ。この間仕掛けた松金組の盗聴器、まだ生きてたよ。よし、何が聞こえる？組員たちの雑談。結構な人数が詰めているみたい。羽村はそこにいそう？いや、多分いねえな。そばに頭がいりゃピリッとするもんだ。誰も雑談なんかしなくなる。でも羽村は連絡を入れてくるはずでしょ？多分な。多分？事務所には連絡するはずだって言ってたの海藤さんだよね。そんな怒ることじゃねえだろう。はあ、一体どこに消えちゃってんだろう。確かに羽村の居場所が分かるまでずっとこうしてんのもなんだかな。とりあえずタバコやめない？こんな締め切ってんのに。だよな。そう思ったんだけど、ついよ。しばらく辛抱して。羽村は絶対に捕まえる必要があるんでしょ。ああ、モグラを引きずり出す鍵は羽村だ。その羽村を抑えられないようじゃ俺らの負け。綾部も大久保君も助けられない。でもよ、ただこうして待ってるだけってのはな。じゃあいつものあれ使うか。あれって東だよな。ほんとだ。なんか偉そうにしてるね。出世しやがったか。羽村がいないんでのびのびしてるって感じ。ん？見ろ、東が表に出るぞ。俺は東を尾行してみる。三人で盗聴を続けるより手を広げよう。俺も行く。じっとしてんのは性に合わねえ。じゃあ僕一人で盗聴。後で代わってやっから。どこに向かってんだ東は。なあ、今なら東も一人でいるし、思い切って話しかけてみるか。この間料亭でやり合って以来だぜ。俺らに聞く耳持つか？ダメで元々だ。ダメで元々か。よし、じゃあ行ってみっか。
なんだあいつ、逃げやがった。なんでだ。なんだよ、もう逃げなくていいのか。別にお前から逃げてたわけじゃねえよ。え？組の目があるところじゃお前らと話せねえ。じゃあ話聞いてくれんのか。東、てめえ。東は逃げない。休んでていいよ、海藤さん。羽村の頭は本腰入れてお前らを探させてるぜ。見つけたらすぐ連絡しろって、組の門に号令がかかってる。逆に呼んでくれりゃすぐに会いに行ってやるんだけどな。会ってどうすんだ、向こうはマジでお前ら始末する気だぞ。ハムラの居場所は。俺は聞かされてねえ。本当だ、今あんたらに会ったことを頭には報告しねえよ。だがな、俺がお前らなら今すぐに町を出る。親父もその方がいいと思ってるはずだ。あいつ案外親切だったじゃねえか。じゃあ素直に忠告聞いて町出るか。バカ言え。冗談だよ。でも羽村の方も俺らを探してるらしいな。完全に始末する気でだ。だから。いや、だからって。なあ、羽村の手下が俺らを探してんだったら、襲ってきた連中を逆に捕まえりゃよくねえか。でそいつらに羽村の居所を吐かせるってのは。そううまくいくか。向こうはいきなり殺しにかかってくるかも。それか捕まって目をえぐられるか。じゃあまた杉浦の車の中で禁煙するか。正直それも嫌だな。だろ。よし、じゃあお前今からとにかく町中歩き回れ。俺が後ろから見張っててやっから。分かったよ。敵が襲ってきやすいようにわざと隙見せて歩くんだ。隙を見せてってどんな感じ。それくらい自分で考えろって。海藤さん、気のせいかな、なんかじっと見られてる感じがすんだけど。聞こえてるか。おい、海藤さんどこだ。こっちだ、待ってろ。海藤さん、あんた敵連れてきちゃってるぞ。捕まえろタモ、羽村の居所を吐かせる。わかってるって。もう諦めろよ。ほら捕まえた。お前羽村の手下だな。あいつはどこにいる。てめえはもう終わりだ、八神。なんだと。あれ、
この間とは形勢逆転だな、カイト。ハムラ、手を引くチャンスは何度もくれてやった。それを突っぱねてここまで来たんだ。覚悟はできてんだよな。お前らはやりすぎた、ハムラ。これでやっとすっきりするわ。ちょっと待ってくれ。もう面倒なのやめましょうよ、親父。こっちだってできるだけあんたの顔は立ててきたんだ。頼む。あんたはこいつらの親代わりかもしれねえが、その前に松金組の親分でしょう。もう他に道はねえってことぐらい。いい加減にしろこの野郎。親父に銃なんか向けんじゃねえ。よせカイト。誰に向かって口切れた。カイト、カイトさん。ヤガミさん。カイトさん。ダメだよ、今は僕についてきて。大丈夫、もう誰も追ってきてない。カイトさん、どうなった。ハムラに脇腹を撃たれてヤクザたちに捕まってた。その後は分かんないよ。くそ、早く助けに行かないと。お前はなんであの場所に来れた。ずっと松金組を盗聴してて、そしたら組員が集められだしたからさ、そいつらについてきた。ハムラのアジトは分からないか。盗聴してて何か手がかりになりそうな言葉は。ソレイユってビルの名前なら何度か聞こえた。ソレイユ。じゃあもしかしたらカイトさんもそこに。どうかな、そうとは限らないよ。ただカムロ町にソレイユって最近潰れたビルがあってさ。なら考えるの後でいい、行ってみよう。だね。あのビルがソレイユ。あそこでタムロしてる連中見覚えがある。松金組だ。じゃあやっぱりカイトさん、ここに連れて来られてる。外からじゃ確かめようがないな。けど今のうちなら向こうも油断してる。もう行くしかないってことね。それもできるだけ早く。ヤガミさん、準備はいい？ああ、行こう。ハムラ、まだこんなとこにいたんだな。逃げそびれたか、この野郎。カイトさん、話せ。てめえが指図できる立場か。カイトさん。おい、呼んでるぞ。
てめえ。さあ、まあ見ろ。今度こそ蹴りつけられそうだな。かな。少しだけ待っててくれ。少しだけだぞ。やってやるよ。てめえはナポリ殺しだ。八神さん、終わった。杉浦、そっちも無事だったか。手伝ってくれ。カイトさん、怪我どんな感じ？一発食らっただけだ。一人で歩ける。そんなに血出して何カッコつけてんの。まったく。よう、俺も手貸すぞ。東、おやさん、外にバンが止めてあるから。早く医者んとこへ。俺はまだ用が残ってる。おう。もう俺も腹くくったよ。どうせお前らは殺したって止まりゃ死ねんだろう。気づくのが遅いよ、おやさん。よう、まだ口は聞けんだろ。これ以上あんたに時間かけたくない。ちゃんと協力してくれ。ご自慢のモグラは近くにいないのか。肝心な時にいないんじゃ役に立たねえな。親父、俺がここで死ねばまずいことになりますよ。ここにいる全員が生き残れなくなる。今ならまだ間に合います。この野郎をぶっ殺してください。つまり俺がそうしねえと、お前も一緒にモグラに殺されんのか。この世界には裏切っていい相手とそうじゃねえ相手がいます。俺のことは裏切っていい相手か。親父、モグラを裏切って死ぬか、モグラをかばって死ぬか、どっちがいい？モグラは俺らで捕まえる。どこに行けば奴に会える？奴は一体何者なんだ？黙ってないで答えろ！なら殺せや。何？なめんじゃねえ。俺はそんな簡単な男じゃねえぞ、こら！さっさと弾けや！そうかよ。大したもんだ。確かにあんたを少し舐めてたかもな。結構時間稼ぎされちまったな。そろそろ場所を変えた方がいい。まだ松金組の追手が襲ってくんだろうな。組長としちゃお恥ずかしい限りだがよ。じゃああんたが口割りやすい場所に行こう。いい店があるんだけどさ、キャバレー本丸園ってわかる？教令会のアジトだよ。何？あんたとモグラで殺し回った連中が待ってる。そこでも口割らなきゃ大したもんだ。褒めてやるよ。こりゃ面白くなってきたな。おう、行くぞ。
よう来たな、羽村。ずっと会いたかったで。松金組の組長さんだっか。俺ははじめまして。せやけどあんた、登場会の組長さん言うたら、まあちょい貫禄見せなあかんのとちゃいます？ああ、そう言われちゃ返す言葉もねえよ。塩屋さん、羽村にモグラの正体を吐かせたい。その間だけかくまってもらえるか。どないしょ。俺は今も梶平会長から頼まれた仕事してるんだ。あんたらも手伝った方がいいんじゃない？厚かましいの、八神。俺はお前にはこの間やられた借りがあるんやで。せやったらそいつを先に返させてもらおうか。あん時は先にあんたらが真冬をさらおうとしたんじゃなかったか。ってことで俺はあんたに貸しも借りもないよ。しゃあないな。ほなその代わり一つ条件がある。条件？そっちの話が済んだら羽村は俺らによこせや。いいよ。ふん、喜んで。さすがにここじゃ借りてきた猫だな。あんたのそんな顔初めて見たよ。うるせえ。